高知生協が商品の配送を通じて子どもたちの安全を守ろうという新たな取り組みを始めました。先生、交通安全や不審者から子どもたちを守り、児童の安全を務めます。子どもの見守りトラックというこの取り組みは、食品などを配送する高知生協が安田町と連携して始めました。地域活性化などを目的とした連携協定に基づく取り組みで、官民一体となって子どもたちの安全を守ろうというものです。町内での配送時、ドライバーが感じた危険な箇所や道路の異変などを町に報告。町は必要に応じて看板などを設置して注意を呼びかけるなどし、子どもたちの安全につなげます。なんとなく配達をしているということではなくてですね、地域の皆さんを見守る、子どもたちを見守るという意識をですね、うちの職員が持って運転することで、また違った、景色であったりとか、違った役立ちがですね、地域の中に広がるかなというふうに思ってますので。高知生協は今後、町と連携した子育て支援事業も行う予定です。